どうも、ゴルフプロの三ツ矢です。いつもありがとうございます。今回は、誰も意識していないドライバーショットをフェアウェイに打つための一つの方法。これを皆さんに伝授していこうと思います。この考え方を持っている方、かなり少ないと思いますが、この考え方を持って打っていくと、ドライバーショットを、フェアウェイにドーンと置くようにできるようになりますので、ぜひこれをコースでも、練習場でもまず試してみてね、最終的にはコースですが、それで実践してやってみてください。私、三ツ矢は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます。ありがとうございます。そしてこのチャンネル、いつも見てる方、本当にありがとうございます。そして初めてこのチャンネルにたどり着いていただいた方、一つ一つ、ね、皆さん頑張ってると思うんですね。それでこのチャンネルに行き着いたと思います。ですから、頑張って皆さんにね、伝えていきますので、よろしくお願いします。では、早速いきたいと思います。ドライバーショットをどういう気持ちで皆さん打ってますかね。この打ったボールをですね、空中にドーンとこう打っていくわけですけど、曲がっちゃったよみたいな。で、これなんで曲がるかということなんですが、もちろん、ケースが開いたり、体が回らなかったり、開いたり、様々原因はありますが、じゃあ、アイアンとかと何が違うのか。アイアンと何か違うことやってないでしょうかということなんですが、それはドライバーショットは空中にドーンと飛んでいくところをイメージしているとは思います。こう打ったら空中にバーンと飛んでいくイメージあると思うんですが、最後のボールが落ちるところまでイメージして打っているでしょうかということなんですね。アイアンとかはグリーンを狙っていることが多いので、グリーン上に落ちる、落とす、乗せる、こういう感覚で打ってると思うんですね。では、ドライバーショットはそれをやってないんでしょうかということですね。特に練習場でボールを打つ場合は、バーンと打ち出して、まあ、例えばネットに当たってしまうとか、横に逸れてネットに、まあ、上もそうです、横もそうです、向こうもそうです。そこに当たってしまうと、もうボールが落ちるというイメージがあまり湧かないという方が多いと思うんですが、このドライバーショットも最終的にボールは地面に落ちるわけですね。まあ当たり前ですよね。最後に落ちるわけですから、まあどっかに引っかかるとか、まあそういうことはちょっと置いといて、狙いとしては、コースの地面の上に最終的に落とすわけですから、ちゃんとボールが落ちるところまでイメージしてねっていうことです。なので、コースの幅がもしかして結構狭いコースもあるかもしれないんですが、ボールがしっかりと飛んで地面に落ちる。そこまでちゃんと考えてやっていくと、意外とコースの幅は広いということに気づきます。グリーンの幅の方が当然狭いです。もちろんドライバーショットの精度はアイアンよりは悪いのかもしれません。距離も出れば曲がり幅も大きくなりますが、打ったボールをある一定の場所にトンと、まあ置く、乗せる、そこに向かって打つ、そういう感覚を持って、ぜひ打ってみてほしいんですね。そうすると、実際のグリーンに向かって打つ感覚と同じような雰囲気で、そこに向かってボールを落とそうというイメージが湧くようになります。そしてそれがコースの幅の範囲の中になるわけですから、そんなに極端に狭いなぁと感じることがなくなると思います。なので、狙いも、空中をずっと見るのではなく、空中ばっかりこうね、見るのではなく、もちろん打ち出し方向とかは見てもいいんですが、ちゃんと地面、フェアウェイの、その、芝の上にボールが落ちて、そこで止まる。そういう感覚を持って、打ってあげれば、そんなに大きく外れることは少ないと思うんですね。もちろんアイアンで OB してしまうということもありますが、絶対的にドライバーの OB が多いんですね。それは空中でバーンと行くところでおしまいというふうにイメージしてしまっているということですから、こういう練習場に来た場合も、ボールが最後まで落ちるところを見ていただくというのが非常に大事です。もちろん、ボールが落ちるところまで、イメージするところまで、距離がない練習場もあると思いますが、ぜひこういう広いところに行けるのであれば、来ていただいて、そこで練習していただくと、きっちりこのボールをどこまで打ち抜いていくのか、ボールが落ちるところまでイメージしているのか、打って、あ、OK ではなく、最後に落ちるところまで見極めて、あ、
意外と曲がってしまったなということも、気づくと思いますので、それを少し意識してやってみてください。ポイントは、このボールをアイアンと同じように狙ったところにきっちり落とす、そんな感覚でやってみてください。皆さんのドライバーショットの精度がぐっと上がってフェアウェイをキープできる、コース内にちゃんと収まる、そういうショットになることは間違いないと思います。練習も頑張ってやってみてください。最後に高評価チャンネル登録もしていただけると非常に嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。